栃木県の住宅会社大光ホームです。本日のルームツアーは前回に引き続きまして、分離型の2世帯住宅のご紹介となります。本日は2階のご紹介になりますので、早速行ってみましょう。はい、分かってですね。はい、はい、じゃあ上がっていきます。はい、はいはい、こちら開けてみます。また1階と違った雰囲気で、はい、そうですね。こちらが LDK になってまして、まあ、勾配天井になってますので、よりちょっと開放感はあります。で、全体的にはこうモノトーンで、はい、その中でもちょっと木目をこうあしらっているので、温かみがある感じの空間になってます。全然雰囲気変わりますよね。この梁があるぐらいだと、はい、やっぱもうちょっと柔らかい雰囲気というか、で梁をこう活用して、まあ、ペンダントライトを設けてるんですけど、確かに天井に普通につけちゃうとちょっと、そう、勾配でつけるとあれですよね、こうなってるからライトの長さが変わっちゃうってことですか？ライトの長さは変わらないようにするんですけど逆に線の長さが変わっちゃうじゃないですか。 あんまりこうかっこよくないですよね。ね、こういうのつけたら、そうですね、なんかきっとおしゃれな雰囲気が盛り出てます ね、 すごいいい感じ で、 でこれも通常修正材っていうか木でやるんですけど、うん、ちょっとこう黒っぽいものを使ってます。おしゃれですよね。これがまたおしゃれですよね。おしゃれですね。この照明がいい雰囲気ですよね。はい、あ、モノトーンな感じで落ち着いた、はい、でサイズはまあ同じ一般的なサイズになってるんですけど、うん、リクシルのキッチンになります。お子様が遊んでてもちゃんと見える。そうです、もう常にこう見える感じになってますね、うん、いいですね。はい、あとはなんかちょっといつもだと低いですか？はい、低いです。あのちょっと低く下げることができまして、いいですよね。なんかこう一番上まで簡単に届くっていうのは、はい、そうですね。あんまり高いと結局使わない空間になっちゃうので、奥の方だから、そうですね、ここに行っちゃったらもうその方とは言えんと使えないですよね。そう、今回ね、ゴミ箱がインされてるんですね。インされてまして、でこれ動くんで、あ、そういうことなんですね。そうです、このまま他のところに動かせますし、あ、っていうタイプになってますね。あと勝手口ですか？これは勝手口です。あ、ここにじゃあちょっとだけ、はい、缶ゴミとか、そうですね、ゴミ箱とか、缶とか、すごい長い端から端までバルコニーがあるので、ちょうど紹介します。はい、では後ほど楽しみにします。これガラス板なんですけど、キッチンメーカーさんでその既製品でガラス張りとかっていうのもあるんですけど、上から、そうです、そうです、上から。ただこの作り上をどうしてもそういったパネルっていうのが、うん、設置が難しいということだったので、あの設備屋さんとちょっと相談をして、こんなものありますよっていう紹介を受けて、うん、こんなものを提案したんですけど、すごくいい感じですよね。部屋の雰囲気に雰囲気合ってますよね。いいですね、はい、これ、はい、おうち型ニッチですね。おうち型のニッチ、リモコンニッチになってます。これ後ろは収納なんですか？これですか？このあ、これこれはパントリーです。あ、でもこのくらいのサイズあれば十分ですね。はい、でも6段1、2、3、4、6段あるので、これも可動で、あ、動くんですね。いいですね。高さは増して、これ辺に水とかの買いだめの箱とかも置けるし、こういうところに食事もちょっと置いていけるくらいのパントリー、はい、そう、パントリーって広いイメージあったんですけど、こ、はい、んぐらい小さくてもいいですね。でもいいかもしれないですね。足りますね。足りますね、うん、でリビングに、ちょっと作業スペース1階と同様で、うん、設けまして、パソコンをやったりとか、あ、まあ、ちょっとそういうスペースになってます。でこれも、本物のタイルを使用させてもらって、メーカーはあの同じタイルパークっていうところなんですけど、うん、色がもうちょっとこう
暗くなった感じ。そうですね、さっきの方がちょっとグレーっぽい。グレーっぽい感じですね。ここにあることであれですね、お子様いる家庭だとちょっとプリントとか置いてあげるからやっぱいいですよね。はい、ここで勉強とかもできますし。ああ確かに、そうですよね、ここで勉強してここで料理してるから見えますよね。目線も見えますからね。うん、いいですね、はい、なんかこのアクセントクロスもまたクロスもちょっと変わったもので、真っ黒ではなくてちょっとこう模様がちょっと入っている。うん、でこっちにこうテレビが来る感じですね。はい、いいですね。はい、こう黒のクロスとちょっと扉もピンク色ですか。まあ、お子様の部屋なんですけど、扉がこう分かれてるので。女の子と男の子ですか。そう、女の子と男の子で色を分けました。可愛いですね。可愛いですよね。はい、はい、女の子の部屋から、ね、女の子の部屋から空間は今実は一つになってまして、で将来的にこう分けられるようにっていうところで。ああ、じゃあいずれ大きくなったら壁です。壁をこうここにつけて分けられるようにしてるんですけど、なんで扉も最初から2つつけました。なるほど、はい、でこれアクセントクロスもまた女の子と男の子で、男の子お子様に選んでもらったんです。どれがいいって話をして、なかなかやっぱ恐竜ですよね。センスがいい恐竜の。センスですよね。なんか成長しても全然嫌にならないっていうか、いい感じのクロスになってますね。先ほどちょっとご紹介したバルコニーですね。はい、そう、端から端まで長い。長いですよ。あれですよね、屋根も。屋根も広います。広い、はい。なんで濡れづらい、濡れない空間になっているので。いいですよね。はい、木目の起点に壁も木目のをあしらってまして、うん、っていうのがこだわりですね。こだわってますね。こだわってます。まあ、トイレにまして洗面も、はい、まあ、分離型なので、洗濯機も1回2回それぞれつけれるようにしています。お風呂場だけは1回、お風呂場だけ1回で、その他はそれぞれある。あ、なるほど、ね、はい、でこちらを開けますと、受信室になります。はい、でウォークインクローゼットがあって、まあ、たっぷり収納はできる。2人分だったら余裕で使える、ね、はい、余裕ですよね。こっちにもちょっと可動の棚を置きます、うん、こちらが2階の主寝室になってまして、はい、約8畳の、うん、非常に広い空間になってます。はい、ここはまた変わった緑色で。そうですね、緑がかったクロスを採用しています。寝室一面だけでもクロスにするといいですね。いいですね。はい、全体だとちょっと暗くなりすぎちゃうと思うので、片面だけっていうのはいいと思います。じゃあこちら開けてみますね。はい、あ、またここもつながってます。ぐるぐるしてる、ぐるぐるできる作りになってます。初心室からリビングすぐってちょっといいですよね。いいですね、すぐに行けますから、起きてパッて準備できる感じが。そうそうそう、もう動線が楽ですね。いいですね。はい、これコンセント、そう、ここにコンセントがあるのは、まあ、ダイニングテーブルがこの辺にこう来るので、はい、あ、そこで使いやすいような、ここに座ってここにあるから。あ、そうです、ホットプレートとかできますよね。そうですね、ホットプレートとか挿してそのまま使えたりとか。ホットプレート意外と悩むんですね、あのコンセント。あ、位置ですか。一回私延長コードつけて、あ使ってます。はい、ね、ここにあると便利ですよね。いいですね、この高さも、はい、高さも調節して、うん、はい、いいですね。じゃあ本日のルームツアーは以上になります。はい、はい、なんか1階と違って2階はちょっとおしゃれ感が強い、はい、そうですね、ペンダントライトですとか、うん、ちょっとこう色味も、まあ、1階とはまだ変わっていて、うん、まあ、雰囲気もいいね、全然変わっていいですよね。全然変わってるので、うん、2階から1階で遊び行くだけでもちょっとワクワクするようになりますね。そうですね、はい、全然違いますからね、雰囲気がね。まあ、分離型の2世帯住宅っていうことなんで、ね、そういった、2世帯住宅で考えられている方の
まあ、ご参考になればいいのかなと思います、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。